やめて。またもう一つかでもあいつなんか野球見てました。あ、マジでまた失礼します。最後の一杯、はい、ありがとう。よいしょ、はい、いただきます。これ上に乗ってるやつさ、上のやつ見たいんだけどさ、あー、やつ頑張って使っていいっすよ。ボート最後、日を迎えてもう約、いやなんか実感ないんですよね、今のと、まだ実感ないんですよ。取り壊し決定ってことで、うん、まあ、ちょっと実感ないんですけど、まあ、ちょっと寂しい気持ちもありますけど、まあ、今日最終日、いい感じで、締め出たらいい感じですね。ありがとうございます。長いけど、今日は、一日長いですけどね。今日は最後とか、今日はやりますね、とことん、最後まで。グルタミン酸入れて。はい、これ危ないやつです。これ危ないやつ。見ちゃダメです。お担々麺はもう品切れってことですよね。そう、さっき終わっちゃったんですね。今3時ぐらいですけど。はい、終わっちゃいました。早いですね。あと塩だけです。残すは塩で落ちました。なんですよね。どうぞやってみて、やっぱラーメンのスキルが上がりました。やっぱ。まあ人に教えられつつですけども、まあなんかその愛情は深まりました。はい。お酒とラーメン作るどっちがうまくなりました。ラーメンじゃないですか。この1年でだいぶいろいろカレーやって、なんかサンドイッチもやって、ご飯もやって、最終的にラーメンに終わると。ああ、なるほど。いや、手さばきも慣れてきましたね、やっぱね。いや、まあ、そうですね。まあ、でも、ここ1年じゃないんで、まあ。2年ぐらいだっけ、2年ぐらいだっけ。いや、ここは1年2ヶ月ぐらいです。あ、1年2ヶ月だっけ、これ。今、初めてですよ、これ洗い物して、手さばきが慣れてきましたね。コメント初めてです。しかも最終日。クックのね、動画にもね。こう出るようになって、はい、そのファンの方も来るようになったみたいな。あ、それもありがたいことに。まあ、彼の方。いつもどっかぶつける。早い。10秒ぐらいだけ。割り方見てな。あ、細麺で、はい、塩ラーメンっぽいですね。はい、と言ってる間にできました。最後のラーメンです。深い丼です。これが最後のラーメンと。これ名前なんていうんですか、これ。俺の塩ラーメン。どこぞのラーメン屋とね、なんか似てるような感じですけど、渋谷に3店舗これ、あります。じゃあ、小室さんいただきます。じゃあ、店長。いただきます。チャーシュー多いよ、これ。はい。チャーシュー。塩ラーメンに合うね、これ。ありがとうございます。パンですか。一回見たことがある気がしますけど、なんか何ヶ月も見たことがある。ああ、そうですね、ちょっと、ラーメン食うチャンネルなんですけど。すごい隣で笑って見てるから、パンなんか。いや、なんかすごい勢いで食べてるから、美味しそうだなと思ってしまったわけです。いや、最後なんで、ぜひ。うまいね。ありがとうございます。これ、かずむ君が考えたの、これ。いや、師匠です。師匠が考えてくれる。誰師匠？すごいな。師匠、僕のラーメンの師匠。そう。渡辺さんが師匠って。最初のなんかあれですよね。メニューと全く変わりました。ないです。何もないです。何もないかもしれない。原型ないです。最初はね、ビーフジャーキーだし。ビーフジャーキー。でもそれをなくしたことによって食材ロスがなくなったんですよ。あ、そう。やっぱ初めて見るとここに来るお客さんが何を求めてるかっていうのがやっぱ変わってくるんですけど、まあそうです。でもさ、油そばやった時さ、一番最初に食べてもらったのさ、渡辺さんと原口さん。そう。うまい。2人ぐらい。そうですね。ありがとうございます。いや、うまかったね。ありがとうございます。ごちそうさま。綺麗にありがとうございます。はい、どうも。しいんですよ。なんですかこれ。ゲータレードを、まあ、うちでめちゃくちゃ流行ってるんですけど、流行ってた。流行ってた、今日悲しいこと言うな、急に。ゲータレードの粉があるんで、それをソーダで割って、焼酎入れてるんですよ、サワー。粉のまま。溜まってんのがもうゲータレードと。これをですね、ストローでするのめちゃくちゃうまくて。あ、ストローでするんですか。そうなんです。アルコールなんですけどね。ちょっとじゃあ、吸ってもらっていいですか。なんかゲットレードの味がする。本当にゲットレードの味がする。ゲットレードする。本当に美味しい。美味しい。ゲットレード初ですか。いや、何年も飲んでるんですけど、日本に来てから一回も飲んでないんです。あ、日本に、あ、どっから来れたんですか。ペルー人です。ベルギーから。ペルー人です。ペルー。はい。ええ。サッカーするのですか。ピサ、ドイツのピサロ。はい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 。ドイツのピサロとか。マチュピチュとか。やっぱりマチュピチュだったんだ。やっぱりマチュピチュだったんだ。ペルーから今日来たんですか。いや、4年前来たんですね。あ、4年前。で、ここしたのいつですか。今日は3回目。あ、今日3回目。東京は3日前来てて、まあずっと日本に来てからもう4年経ったんですけど、ずっと日本うまいですもんね。ずっと秋田で、奥様に秋田の人ですので、秋田にいるしかないという形で。はいはい。あ、秋田美人ですよ。そうです。秋田美人と結婚してる。秋田美人と結婚してる。秋田美人。どこで出会うんですか、ペルーで出会ったんですか。いや、ペルー人なんですけど、アメリカ育ちですね。あ、ペルー生まれのアメリカ育ちで、奥さんとはアメリカで出会ったんですか。そうですね。奥さんがその時、アメリカに行った、なんだっけ、出張でアメリカに行って、で、まあ、ナンパしたね。わからないよ、ナンパした。ナンパして、奥さんが引っかかって、まあ、そうですね。2年ぐらい遠距離になって。あ、2年遠距離。まあ、そう。あ、それを経て、まあ、結婚するしかないというかという形になって。なるほど、もう余儀なく。はあ、で、秋田に住んでた。はあ、で、3日前東京来た。はい。3日前東京来て、ここに捕まえたんですか。そうですね、まあ、そもそも、たまり場に来るため、東京に来た。たまり場に来るため、東京に来た。相当すごいね、これ。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。あ、本当。ありがとうございます。あ、これ、マイアミ、何時。ラストピンク。マイアミラストピンク。いつだったんですか。5年前。あ、5年前。5年前。じゃあ元々じゃスニーカー好きで、そうですね。たまり場っていう存在を知って。まあ秋田でスニーカー好きな人はあまりいないんですね。田んぼしかないです。じゃあ今日閉店でってことで、じゃあたまり場に駆けつけたっていう。どうですか店長。いや、嬉しいですね。目当てに来てくれる。海外の方がこう。まあ、今はなかったんで、実際この日を迎えるまで、そういう結構遠くから来てくれる方っていうのが多かったんですけど、まあ海外の方っていうのが多かったんですけど、まあ嬉しいですね。しかも結構昨日一昨日とか結構いろんなねお客さんとも絡んでいただいて、はい、感慨深いですよね。はい。よかったです。よかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。今日最後のね、たまり場ということで、師匠と和美君いますんで、ぜひね、あと2時間ぐらいですけども、いらっしゃってください。はい、お願いします。いいとこです。ありがとうございます。さあ、6時っていうことでね、ただいまをもって、はい、たまり場東京、閉店、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしょう、最後迎えて。なんかまださっきも言ったんですけど、まだちょっと時間わからないんで、ちょっと最後ちょっとね、なんかわからないですけど、まあ明日も片付けするんですけど、その時になんかここに来るんで、ジーンと来るんじゃないですか。まだまだすぐ空っぽなんですよ。今はもうとりあえずやりきったという気持ちで。はい。そうですね。和美店長として。はいはい、まあまあまあ。一番良かったことは何ですか。一番良かったこと。そうですね、一番良かったこと、まだバーの店長としてやるのは多分初めてだと思うんですよ、多分。まあまあ、そう、店長っていう職っていうんですけど、まあそれはやっぱ初めてではあったんですけど、もしかしてやってみて。まあでも結局一人でっていうか、まあいろいろな人に支えられて、まあここまでやってこれましたけど、まあそうですね、まあ店長っていう、まあ、器じゃなかったし、まあでもそのおかげでも、まあそれなしにしてもやっぱりここで出会えた人たちにすごい、なんて言うんだろうな、いろいろね、熱い、なんて言うんだろうな。今日まで全国からね、はい、のあって、やっぱりまあ本当にこの1年無駄じゃなかったなーっていうのはすごい思います。やっぱりこの場所でやったことにもまあ意味があったのかなーっていうのはすごい思います。結構ね、日中も難しいところだったけども、結構ね難しかった。常連さんのねお客さんもしっかりね、そうですね、そこがすごいなんか僕にとってのまあその財産になるかなっていう感じですね。どうだ、次のステップアップとして十分経験上だと、とは思います。ああ、ラーメンもね、はい、いいタイミングで氷今出てるラーメンの腕も上がって、そうですね、酒の腕は上がらなかったんですけど、ラーメンの腕はやっぱり上がったっていう雪とか何やなんだ本当に。いや、わかんない、さっき社長もいたんですけど、俺の知らない間にラーメン屋が来たからまあでもよく考えたらあれ言ったなと思ったんですけど、言ってなかったっすね。ああ、惜しいですけどね。やっぱ唯一惜しかったのはやっぱりスニーカー出したと一緒に仕事ができた。それはちょっとやっぱり、いろんな YouTuber さんとここでお仕事やりましたね、やってましたね。やっぱりスニーカー出したとできなかったっていう、そこが心残り、最後。いやー、そうですね。まあまたついね、近道にしようと、じゃあ、はい、ラーメン行きましょうね。ラーメン、あ、本当ですか、いいですか、美味しい二郎系連れてきて。ああ、そうですね、行きましょうね。最後ね、お疲れ会ということで。ありがとうございます。じゃあね、家族店長、お疲れ様でしたね。ありがとうございます。じゃあ皆さんね、師匠も。あ、ありがとうございます。これ21歳ですかね、これ22歳。今日21歳。ね、C さんもねいるっていう。ありがとうございます。ね、スラップの面々がもうそれ組で。全然違う。あ、違う。違うけど、まあスネックス一緒にたまり場。あ、そうだね。もしかスネックス行った方がもしかしたらあれっていう。バイトリーだ、バイトリーです。ね、ワッフルに焼いたってことでね。お疲れ様でしたね。ありがとうございます。ありがとうございました。すげえ、すごいサプライズで、すごい急にはたきましたね。ありがとうございます。でもキャバクラのなんか生誕祭みたいな。確かに確かに、どこのやつだろう。嘘、ちょっとガチそれ使ってもいいよ。え、それダメなんですか。ダメ。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。これでいいですか。いやいや、また質問で言う。全国のたまり場ファンの方にいました。全国のたまり場ファンいました。来た、福島から来た。ああ、来てくれましたね。いや、遠いところからね、本当に通っていただいてありがとうございました。まあここが終わるんですけども、また別のところでお会いできたら嬉しいです。まあ本当にこれ動画で使ってくださいね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとう、家族くん。1年か2ヶ月ぐらい、ありがとうございます。ありがとう、たまり場。はい、ありがとうございます。ありがとう、家族くん。で、原口さん月収いくらでしたっけ。いいって